ストラリアボールでリスタートしていきます。さあ後半第3クォーター、皆さん引き続き熱い応援よろしくお願いいたします。リバウンド日本、日本、日本。
14番清水選手にツーショットが与えられます。ツーショット、グッピー、一本。
速攻は1回目のタイムアウト。これで両チームともに残りタイムアウトは2回となります。
ください。しばらくお待ちください。日本抽選の結果はですね、本日の、